皆さんこんにちは、食べ歩き研究所のさわちゃむです。今回はですね、深夜2時まで営業している京都のラーメン屋さんを研究します。で、今回のたまらんディーな京都グルメは円町にあるラーメン松陽さんです。で、赤いのれんをくぐりまして、意外と奥に広い店内です。で、カウンター席とテーブル席がございます。で、いつも元気に迎えてくださるので入りやすいラーメン屋さんです。で、3人娘が美味しいラーメンを作ってくださいます。さてさて、メニューはこのような感じです。で、今回はチャーシュー麺にします。で、実はこの撮影した後も来店しまして、やっぱりチャーシュー麺をいただきました。おすすめです。で、飲み物はこのような感じです。で、早速一緒に研究しましょう。で、飲み物が到着いたしました。で、本日はバイクで来ましたので、オレンジジュースで乾杯。明日も頑張りましょう。早速到着いたしました、松陽さんのチャーシュー麺です。で、並盛でしたら1000円で、大盛りは1100円です。もう湯気がすごいですね。熱々でやってきました。ぜひいいねボタンを押して、おいしそうとコメントくださると嬉しいです。で、こちらのラーメンは昔ながらの醤油ラーメンです。で、具材もこのくらいシンプルが好きですね。で、麺は普通麺です。で、本当ほっこりする味でしたね。で、自分に合ってるっていうラーメンだと思います。で、これはまさにスペシャルたまランチでした。いや、間違えました、たまランディでした。で、ここで研究員の皆様に質問です。皆さん、何ラーメンが好きですか？で、今私がハマっているのが豚骨醤油ラーメンです。で、美味しい京都のラーメン屋さん探してますので、ぜひコメント欄で教えてくださると嬉しいです。円町カレーフェスティバルの進捗です。ついにスタンプラリーが5つたまりました。で、その抽選結果なんですけれども、まあ、この動画を撮影しているときは絶対当選するって思ってたんですけど、もう残念ながら外れました。でも食べ歩きイベント楽しかったです。で、もし京都でグルメ系の食べ歩きイベントありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。で、最後にお店情報です。次回の動画でも美味しいグルメ情報を発信します。チャンネル登録して研究員の仲間となって、次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。